こんにちは、森です。こんにちは、みゆです。カメラマンのみゆちゃんです。よろしくお願いします。逆パターンです。次は、お次は何でしょうか。お次は、はい、パターなんですけど、はい、まあ、前回あのゴルフパフォーマンス秋葉原店で、はいはい、まあ、方向性と距離感っていうところをやったと思うんですけど、そうでした。まあ、それはあの日々そのパター練習する上で意識してやってもらいたいことであって、今日ちょっとやりたいのはラウンド前のパター練習でどんなことをすべきなのかなっていうのをちょっとお伝えできたらなっていう感じ。確かに見てるとなんとなくまだ時間まであるからちょっとボールっとくかみたいな。もう私がまさにそれですね。なんかみんなやってるからなんとなく転がしとくか。うん、本当にそうです。まあ、あんまり見るとかっていうのは、まあ、みんな知ってると。そうですね、よくマスターする前とかに今日は何フィートですよとか、はい、さっき書いてあったの見た、7.5。そうですよね。かなり重い感じなんですけど、はい、まあ、大体9フィート前後が多いのかな、多分普通に回るゴルフ場で多いのは。まあ、9フィート普通でも、9フィートって言っても結局その各ゴルフ場によってなんかその感覚が違ったりするんで、まあ、それを確かめるのはそうなんですけど、基本的に3種類押さえておいてもらえる。まあ、1メートルぐらい、はい、あとはあと4-5メートル、まあ、ミドルパットぐらい、はい、あとはロングパットも10メーター以上。へえ。3つをとにかく打って、あ、今日のゴルフ場これぐらいなんだなみたいな感じで押さえておいてもらえるといいかな。うんうん。ただこのロングパットなんですけど、はい、まずその回るゴルフ場が、ワングリーンなのかツーグリーンなのか、はい、っていうのを確かめてやってもらいたい。っていうのは、はい、あのグリーンがそのゴルフ場によって、まあ、ここ2つだけど、まあ、1つのところもあれば、まあ、2つのところもあるんです。こういうイベントって分かれたり、はい、っていうのはどういうことかっていうと、2つの場合はグリーンが1個1個が小さいわけです。ああ、そういうことか。だから大きいんで、はい、端っこに乗っけた時の距離が変わるんですね。だいたい2グリーンだと長くたって20ヤード以上っていうのはあんまりないんですけど、1グリーンだと平気で30ヤードぐらいの、もうほんと端っこ乗けちゃった場合ですよ、左にピンキーってあるのに、はい、右に乗せちゃったとかってやるとそのぐらいの距離残る場合もあるんで。なるほど。そういう場合は逆にそのぐらい長いパットを朝練習してあげる。へえ、そこまで気にしてるんだ。そう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 、そこを抑えて練習してもらいたいっていう感じ。じゃあもうスグリーンだったらもうロングパットっていうよりかはミドルとか1メーターとかそっちを、ミドル1メーターぐらいが残ることが多い。逆にワングリーンだと、まあ、20ヤード30ヤードのパットってあんま練習できないじゃないですか。ともしかしたら3メーターとか、ショートパットよりかは長いけどミドルパットっていうよりかはちょっと距離短いよっていうのが残る場合がありますよね。打ち切れなくて短かったとか、うん、って場合はその3メーターとかのパター練習を次にやってもらいたい。なるほど。みんな意識してるのかな。プロの方は意識されてるんですか。ね、私はそういう感じでやってます。へえ。まあロングパット、ミドルパット、ショートパットってまあ大げさに言ったけど、はい、それぞれの距離もそのボール上のグリーン、まあ、まあ個数とかによって変わってくる。え、ちなみにグリーンが2つとか1つとかって。あそこの速さのところに書いてあるんですか。速さのところには書いてないんで、まあ、ゴルフ場事前にネットで検索してもらえば出てくるんで。ネット検索で、あ、そういうもんなんですね。知らなかった。それで書いてもらえるといいかなっていう感じ。かしこまりました。でも結構最近にできたゴルフ場はワングリーンが多くて、昔からあるコースは結構ツーグリーンが多いとは言われてます。へえ。それはいつもどこでも確認できるんで、はい、それを情報を得てからどのぐらいのロングパット、どのぐらいのミドルパットを練習すべきかっていうのを抑えておきます。知らなかったです。であとは前回、そのゴルフパフォーマンスの秋葉原店で距離感を合わせるのにリズムとか振り幅とかって言ったじゃないですか、はい、ただあれって練習での話であって本番はそんなこと考えられないんですよね、はい、なんで距離感を合わせるには向こう見ながら打ってあげる、はい、っていう感じ。えっていう人多いんですけど、結構みんなパターってこう構えた時に、構えて打つ時ってこっち見ながらこっち打つじゃないですか、うん、で打ってからこうやって見ますよ、はい、じゃなくてもう最初から向こうを見ちゃう。
合わせます。だって向こう向いて向こう向いて当たりです。っていう。最初はちょっと怖いっていう人多いかもしれないんですけど、はい、向こう向いたまま。わっていう感じ。うまい。あと大体距離が短かろうが長かろうが合ってくる。で、まあ、どういう距離かって大体わかると思うんですけど、ボールをここに投げてください。人間ここにボール投げてって言った時、ここ見てこうやって投げないじゃない。はい。絶対に向こう見ながらこうやって投げなさいね。距離が大体合ってくるわけです。ってことは手元見てても距離感合わないんで、朝の練習場では向こうを見たまま打つ。その時のその感覚を覚えててあげれば全然十分。大体距離感合ってくる。先生質問です。あの前パターを教えてもらった時に、あの片目つぶってやってみてとか、こう頭は動いちゃうから、そういう風なあの教えてもらったと思うんですけど、あれは練習だったからっていう。練習もそうだし、あのヘッドアップしちゃう人向け。あーなるほど。とかヘッドアップとか 頭こうやって動いちゃう人、両目で見にこうする人は片目つぶってってあげた方が頭が動きにくいっていうね。なるほど。ただこれは距離感も合うし、まあ、どっちやってもらってもいいんですけど、へえ、片目つぶるってことはカップ見えないんで、うんうん、とやっぱここの振り幅で合わせるしかないわけじゃない、はい、とやっぱ距離感はずれやすいっていうのはある。ヘッドアップとか頭はずれにくいけど距離がずれやすい。カップ見たままであれば、変な話ここがゼロだから、こっからこう動くからダメなわけじゃないか、うんうん、もう最初からこっちに傾けとけば、なるほど、ヘッドアップしたことにならないわけですよね、スタートからもう。そう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 、あーなるほど。ちょっとタオルですね。どうぞ。今日何せ39度ですか、外。桜の気温が。いやーすごいですよね。逆に何にも練習してないのに汗出てくる。逆にこの灼熱な中ゴルフ行ってる人の分からん。終わった後のビールが美味しいんですよ。みんなゴルフ好きって怖いですね。もう精神をさまよいながら。気をつけてください。熱中症だけは気をつけて。いや。例えばここから向こう、うん、メーターぐらいからいます、うん。構えます。で向こう見たまま一回です。全然いかない。うわ。グリーンが重い。そうで 7.5 なんで。で分かってくる、大体距離合ってくるんだよ。わすごい、うまい。ちなみに 7.5 って書いてあった時はここも 7.5 なんですか、この練習のところも。大体同じに仕上げてくれてるところが多い。あ、そういうもんなんですね。だってここがめちゃめちゃ速くて本番めちゃ重かったりとか、うんうん、さ練習グリーン の意味が、まあ、確かになくなっちゃう。そっか、大体は一緒っていう感じ。はぁ、そう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 、それで距離感を合わせていくっていう感じかな。だからここのゴルフ場の場合はツーグリーンだから多分そんなに長い距離で来ない。一番長くてもこれぐらい、今打った距離ぐらいしか私はもし自分が練習するってなったらしない。へー、あんまりしないから。なるほど。いやグリーンによってコースによって朝のパター練習が変わるとは。変わります。知らなかった。考えてやってもらうと朝のパター練習10分15分はすぐ過ぎると思うんで、はい。なんとなくの練習するときにちょっと気をつけてもらいたいのが、うん、他に練習、まあ、こう今誰もいないけど練習してる人のライン、はい、打とうとして、例えばこっからこっちに打とうとする人がいるとき、うんうん、にこっちからこっちに狙うとか、その要はその人のラインをまたいで狙うようなことはあんまりしない方がいい。なるほど、まあ、ボールとボール同士が当たっちゃう可能性もあるし、うんうんうん、マナー的にもみたいな、あるんで、ちょっとそこを気をつけられる余裕があればいいかなっていう。わかりました。確かにこう結構朝のタイミングだと皆さんいてどこか邪魔にならないところとは思いながらも当たっちゃう。まあでもクロスしちゃう可能性もあるけど、まあ、その人のラインまたぐときとはちょっとすいませんとか、うんうん、これ当たっちゃったすいませんって普通に練習の印象も変わるかなっていう感じ。練習の時からですね。そうです。
ショートパット、ミドルパット、ロングパット、特にミドルとロングに関してはそこのゴルフ場の1グリーンか2グリーンかグリーンの大きさによって変わってくる。はい、そこの場合はこれぐらいの10メーターぐらいを練習しとけば OK、はい、場合によっては20、30ぐらい取れるところは少ないと思うんですけど、それぐらいは練習してあげるっていう感じ、うんうん、そこを押さえて朝パッティング練習してあげるとコース出てあれってなることはないと思うんで。かしこまりましたそんなことを考えながらやっていたとは知りませんでした基本です皆さん基本です。何か聞きたいことあればぜひぜひコメント欄にコメントください、はい、よろしくお願いします。じゃあ次はみゆちゃんの9ホールラウンドになるので。そうですね、はい、いや緊張してきた今までやってきたことをちょっとそれぞれ意識しながら頑張っていきましょう。お願いします。ではまずこのレッスン以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。